ですね、皆さんちょっと拍手を、女性パイロットです。ガソリンエンジンですね。です。実機のゼロ戦はこれわざと遅らせてるわけではなくてですね、油圧系統の回路っていいますかね、ラインが左と右の長さが違うために遅れて入るそうだそうです。それをわざわざ再現してるんですね。またローパしましたよ。全長は 2m74、 重さはなんと 26.8 キロです。本物のゼロ戦から 3.3 分の1の縮尺で作られたそうです。搭載しているエンジンは星型5気筒の合計 250cc、 プロペラは外形の中で32カペラ18 です。運行が時は30対1で飛ばしています。搭載しているのはメーターの前を行ったのは52型のゼロ戦、そして後ろ拍手お願いします。ゼロ戦の変態飛行、白い方の機体は女性オーナーさあそろそろ何か演技を見せてくださいね。ロールに入りましたね。実機風のバレルロールがやりましたね。このやつはこうなるっていう風に聞いたので、ちょっと私見たことないんですが、かなり上に向けて軸をずらしてロールレールの形なんでしょうか。あ、ちょっと羽を傾けて撮影タイム。さあもう一機も一回ずらして送れてくれる。ローグライドですね、これ。これなら皆さん撮影 OK じゃないですか。すごい、手が届きそうですね。フラップが降りてて見えましたね。今引っ込みます。足が出ました。ギアダウンですね。はい、わざと出しました。楽しんでるのか。こんなゆっくり飛ぶんですね。この線でね、難しいなっていうラジコンマニアの定評の期待なんですけど、やっぱり大きさからなんでしょうかね。26キロもあるとは思えないですね。あ、荷台の綺麗なまとめで重なります。11型が入ってきましたよ。見ながらこれが大きなサウンドなんですよね。左の動きが持って通り過ぎていきました。そして上昇、これはもう実機のようですね。今シャッターチャンスでしたね。
21型の方がラケティアダウンということで、着陸の体勢になります。12型は最後のお別れをしに丁寧な感じにご挨拶です。拍手をお願いしますね。さっき左にご覧ください。11型のゼロが目の前に最後に入っています。そして今上を、はい、今ランディングギアダウンですね。右から出て左、さあこれからこの52型も着陸してくる。やや右斜め前からの風ですので左側からの進入になりますね。このラジコンキャジッキと同じで風下から風上に離陸着陸を行います。本来は冬になりますと北風になりますので左から風が吹いて右から降りていくのですが、今日はちょっと暑い日になりましたですね。右から南風ということですね。さあ最終旋回ですね、ファイナル。Thank you.